よーよーおはよう、あなたの心にいるハート、はい何やってんだろう、あれ改めましてエレファント系チェケラッチョバーチャル YouTuber のいるハートでーす。はーい、ですね、今回はアドベンチャーゲームの時について、はい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 、ですね、まあ皆さんの、まあ、Twitter でのね投票の結果、まあ、前回のねこう中尾勝町さんとのね大団円からですね、まだまだ見たい、まだまだおかわりだろっていう声がですねたくさん来ましてね、本当にお前ら覚えておけって感じなんですけどまあね、あ、違う違う、覚えておけとか言っちゃダメイルハートもすっごくすっごくすっごく嬉しいなって思います。はい、そんなわけあるかって感じなんですけどいやー、まあね、イルハートね、率直に言うのはこれ疑問なんですけど、素朴な疑問なんですけど、ぶっちゃけさ、企画なんかそんなに再生数とかもなんか良くないじゃないですかこれ言っていいやつ怒られるかな、怒られる、ごめんごめん怒られるかもしんないけど、でもぶっちゃけなんかそんな感じじゃないですかだから なんなのだからさ、もうで結構なんか動画の感覚とかも空いたから、もういつ打ち切られるのかなって思ってたんですけど、まさかの何言ってんだ、まだまだおかわりだろからの第2部が始まりそうっていうことでね、皆さんにお聞きしたいんですけど、なんでっていうか、あのね、そういうとこあると思います。人のことお前って呼ぶところをやめた方がいいと思いますよ。だった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 だ大好き。はい、というわけで、まあ第2部初めのね選択肢を表示するんですけれどもいやなんかね、でもさっきね聞いたら3択中、2択はね、イルハートが決めていいっていうことでね、いやなんか自分でさ、こうドラマの主題を決めるっていうんですか、ストーリーのあれを設定を決めるっていうのはちょっとね面白そうだなって思います。ですね、まず1番は、どうしようかな、どうしようかな、何にしようかな何にしよう、あー、まず第1問、1問じゃない、第1択目イルハートお嫁さん修行とかどうですか、なんか花嫁修行的な、なんかイルハートが一生懸命こうお嫁さんの修行をして女子力をアップさせていくっていうお話ですよ。いやこれはですね、まあ、最近見れて、自分で言うのもなんなんですけど、最近見れてない、みんなが見れていないであろうである可愛いイルハートがね久々に見れるんじゃないかなって思うんですよ。うん、なかなかいい気がするな。もう一個、あれもう一個つぶり決めていいんだもんな。そう、もう一個はね、あれにしようかな。一個目がお嫁さんだから、あ、もう一つはですね、イルハート歌姫物語です。いいいい、これにしようなんかイルハートがねこう歌姫にへのステップアップ、道のりをなんか表示していきたいから、実際にさ、こうなんかいろんな歌のレッスンとか、いわゆるボイストレーニングっていうやつをね、やっていって歌姫になるお話とかどうでしょう。これにしましょういやなんかこうやって考えるとなんかちょっと楽しいですね。なんかうん、いいかもしれない。なんか前さよくわかんない、なんかはじめ人間のパオーンがなんちゃらで中岡千町さんの角がなんちゃらみたいな、怒られるかななんかちょっと楽しくなってきた。どうしようかな。もう一個はスタッフさん、ちなみに残り1個はやなあかんするけど、なんですか、ねえ中尾勝町さんの万物創世記いやま来るとは思ってたけど、おかしいでしょ流れ的になんかだってさ、だってさ、まあ分かるよ、第1部はさ、まあ、イルハートがこう何昔に行って
なんかあれですよ、過去の自分と戦うみたいなそのために中岡千葉地さんの力がみたいな話だったんですけど、これもうなんかイルハート要素ないじゃんっていうことはですよ、っていうことはですよ、あのずっとあのイラスト屋さんのあの像が出るっていうことなんでしょうかいや、なんかあれですね、もうこの件について触れるのはやめますいや、なんかさ、イルハートのみんなってさ、なんで最近思ってたんですけど、イルハートのみんなってなんか私がド M 説みたいなの勘違いしてません？いや、なんか別にそんなことはないんですけどあ、待って、なんかあれだわ、もう何を言ってもどうにもならない気がしてきたから、もう余計なことを言うのはやめますまあとにかくね、皆さんわかりますよね、イルハートがどの物語をやりたいかわかりますよね、ということで皆さん投稿よろしくお願いします。わかってるよね、信じてるからね、みんな信じてるからね。皆様、私イルハート、7月20日土曜日に埼玉県産連研修センター3階大ホールにて開催される大ボドゲーン3に参戦が決定しました。このイベントはですね、こういろんなね、ボードゲームを遊べるイベントなんですけれども、そのボードゲームをクリアすると、クリアするとね、ゲームに応じて報酬がゲットできます。で、その報酬を消費することでコスプレの写真撮影とか似顔絵とかのね、ミニイベントみたいなのもね、一緒に楽しむことができる盛りだくさんのイベントとなっております。そしてですね、なんとなんとなんと、ゲームに遊び疲れてお腹が空いたら、食べ物が、美味しい食べ物がありまーすなんかね、あのシェフのですね、こだわりのコーヒーとか焼き菓子とかカレー弁当なんかもね、販売されるそうなので、あのね、ゲームに遊び疲れたらぜひぜひ食べてみてください。そしてですね、なんと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 、大ボドゲンさんがですね、用意してくれたイルハートの新しいグッズもありまーす。わーい、いや、ほんにね、可愛いものがたくさんあるのでね、皆さんよかったらぜひぜひ遊びに来てください。そんな大ボドゲーン3、チケットの申し込みが2019年7月7日日曜日までとなっております。いやー、楽しみですね。夏ですが楽しんでいきましょう。夏だから、ん、楽しんでいきたいと思いますので、皆さんぜひぜひ